演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、なんかローソンで今年変わり種の食感のスイーツがいっぱい流行っているレベルのようなので、いろいろ買ってきました。はい、まずはこちらのサクバタモチーズで、これ前にジャイアント版を食べた、ジャイアント版ではビッグマックバスクチーズケーキで、あと、まあ、ここにあるドラ焼き2種、ドラモチ2種、ドラモチですね。あと、雑シュールですね。どれから流行ったんだろう。まず、まあ、付け役はこれなのかな。やっぱりバスチ。まずは、前に食べたことあります。はい。けど、こちらからいただきたいと思います。通常サイズはどんな感じなのかな。わ、結構小ぶりだね。手で持つのにちょうどいい感じ。中身はこんな感じですね。ではいただきます。バスクチーズケーキはもちろんですが、それ以上に後のサクサクザクザクがすごいです。一緒に食べたこのバスクチーズケーキは濃厚でねっとりとしたチーズケーキ部分と、上の方のちょっと焦げた苦味のあるキャラメル部分がうまくマッチしてとっても美味しかったです。でも本当にベイクドともレアとも違う、またそういった味わいがありましたね。本当に美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、このサクバタは上下のビスケットが本当にサクサクしていて、ラムレーズンも本当にあっさりしていて美味しかったです。クリームが入っているのにビスケットクッキーが水っぽくならないというのがすごいですね。サクッとしていて、ラムレーズンもしっかりラムを感じられて美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。そしてザクシュ、上のナッツのザクザクした食感もいいのですが、中のチョコレートもほろ苦く濃厚で大人の味わい、甘いだけじゃないということを思い知らされました。ザクザクしたナッツの食感も多く、男性にも食べやすいチョコレートだと思いますので、これはちょっとこちらの点数をさせていただきます。本当にすごかったです。濃厚さ、この濃厚さなかなか出てきませんよ。では続きまして、こちらのもちもちシリーズいきたいと思います。勝手にシリーズにしてるだけなんですよ。ではこのもちーズが、こんな感じなんですね。どんな感じなんだろう。クリップにしてる中身はこんな感じですね。ではいただきます。もっちりしていて中身もたっぷり、こんなどら焼き初めて食べます。チーズは本当に弾力がある生地で、チョコレートもこんなに濃厚で美味しかったですが、こちらだとちょっと個性が弱いかなと思いました。もうちょっとチョコレートが強烈でも良かったかもしれません。というわけでこちらも点数とさせていただきます。まあ、さっきからチョコばかり食べてっていうのもあるのかもしれないですが、そしてこの2種のドラモッチ、これ非常に まるで円盤のような形で入っていて、それが本当にもっちりしている。それだけじゃないんです。円盤のようになっているゆえに中身もたっぷり入っていて、こちらのチョコクリームとあんこたっぷり堪能できました。チョコクリームもチョコチップが入っていて、単にチョコクリームを入れるだけのドライフとは一線をなす美味しさがありましたが、あんこの方は本当にあんこたっぷりで大満足でした。なのでチョコチップの方はこちら、あんこの方はこちらとさせていただきます。すごいなぁ、6、2つも出しちゃって、こんなことめったにないんですけど、ね、自分の判断が甘くなってるのかな、ちょっと怖いかも。というわけで、はい、ローソンの代わりなりのスイーツ食べてみました。ほんとしばらく行かない間にいろんなもの出ますね。チェックが大変です。ではこぞ今年駅に見るかな商品のバリアフリーが進んでいる中、どんな風に駅も変わっているのでしょうか。私の使っている駅も変わってきています。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただければ、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。